はい、皆さんこんにちは、オクタビアチャンネルです。今回ですね、ゼルダの伝説マスターソードがですね届きましたので、開封していきたいと思います。せっかくなのでね、こちらがですね今段ボールの中の段ボールを取り出して、さらにその中のね、外観の箱をね取り出したところなんですけどね、化粧箱ですね、いわゆる、はい、こちらがねその箱になってます。ここにですねブレワイのリンクが載っていてですね、ここに、マスターソードのイラストが載っていて、まあ、ギミックのね説明ですね、ここにね SE 収録、楽曲収録ギミック、振動ギミックね、あるんですね。全長105センチと、鞘と専用台座が付録ということですね。反対側はね、こんな感じのイラストになってて、まあ、こんな感じでね、収録楽曲ですかね。はい、僕はね、一番好きなのはね、夢を見る島デラックスと、やっぱ64のね、時のオカリナですね。早速で中を開封していきたいと思います。はい、それですね、今ねここの上のこの蓋の部分をね開けたんですけどもね、もうここに刀身が今映ってですね、非常にかっこいいんですけども、ここでね開けたいと思います。まあこれを下ろして、はい、開封しますというわけで、おおっとっと、こういう感じで入ってるんですね。いやこれはね本当に思ったよりねでかいですね。これちょっと見えますかね、これこんな感じです。早速ね開けてみたいと思います。かなりですねガチガチに、テープで留めてあったんですが、まあ、ここでですねもう開けれるのかなっていうところで、はいはいはい、おおすごい、結構重みが、まあ、重みはそんな正直ないですけど、まあ、迫力はやっぱねすごいですね。刀身がやっぱ1分の1スケールっていうんですか、こう、まあ、そもそもね存在しないものですからね世の中に。とはいえね、やっぱ現実に、まあ、リンクが持っているマスターソードがあったら、まあ、このサイズということでね、これかなり、いや、いいですね、これ。こんな感じで、クオリティはね、本当にね、まあ、まあ、かなりね、軽いです、正直。プラスチック感がね、やっぱ当然、まあ、すごいので、ゲームセンターに、前ね、ちょっとね、ドラクエのロトの剣シリーズあったと思うんですが、まあ、あれに近いんで、思った以上になんか軽いです、すごい。なんかね、もうちょっと重みがあるのかなと思ったんですけど。はい、こちらがですね、今ね、内容を全部ね、出してみたんですけど、まあ、これが土台の、おそらくベースになる場所で、まあ、これがね、立てる部分だと思うんですけども、これは何なのかな、ちょっとわかんないですけど、説明書がね、あと入ってましたね。早速ね、組み立ててみたいと思います。あ、この部分っていうのは、ここのね、部分ですね、これ、ここに、カチャって多分はめれる感じで。あ、これに使うんですね、これ。なんか今、組み立てて気づいたんですけど、まあ、ここの部分ね、ちょっと動画かと見づらいかと思うんですけど、ここにね、結構大きな傷がついていて、なんか触るとね、全然わかるぐらいの、傷がついてるんですけど、まあね、なかなか2万円するね、ものなのでね、ちょっと気をつけてほしいかなっていうところありますよね。はい、で今ね説明書見たんですけども、これはですね納刀状態の時はおそらくこれ1本を使って、こうね乗せる場合で、さらにこの上にねこれをくっつけることによって、2本ね飾れる、その刀とね鞘を別々にね飾ることができるということみたいですね。ちょっとね見づらくてねすいませんが、はい、ちょっとやってみたいと思います。ここね組み上げてみました。というわけでね、ここのハイラルのマスターソードをここにですね乗せてですね、こういう風に飾ることができると。はい。で、鞘ですね。鞘も、こちらにね、このように乗せることができて、このようにね、飾ることができます。いや、かっこいいですね、これ。はい、次にですね、電池をね、入れるところなんですけども、まずね、これを外します。その後ですね、ここの部分を外して、さらにここにね、ネジがあるので、これをドライバーなので外して、ようやくここにね、電池パックが見えてくるというね、ちょっとね、めんどくさいかなっていう感じですね。単三電池2本は別売りです。はい、今ね、電池を入れました。で、ここにですね、ちょっと見づらいんですけども、ここですね、ここの部分、ここにスイッチがあって、でこの右ここに突起が2つあってこっちに1つあるんですけども、これによってですね突起1の時は BGM モード1、突起2の時は SE モードというものに変わるみたいですね。 SE モードっていうのはおそらくこれ SE なんでね、剣撃とかそういったもの、先にこの剣撃やってみたいと思います。でここ2に変えて、お、なんかスターウォーズ的なね、このこれで単押し、お、すごい振動がきますね、これ。ため切りがこうな、
あーすごいですねこれ。で B がこっち、 A と B がありますね。これ B を押すとケインビーム、長押しで、あーティンリティラッシュですねこれ。はい、ここ C ボタンが、ティアーズオブキングダムよりゼルダの思いを我が手にがなりますと。はい、で A ボタン B ボタンを何度か押すと覚醒モードになります。ランダムなのかなこれは。さらに A ボタン B ボタンのサウンドを連続で30回鳴らすとマスターソード破損状態になり、約15秒間ボタン操作を受け付けなくなります。これは何なんだ。破損状態になるとボタン操作を受け付けなくなるという謎のねギミックが搭載されていますね。ちょっと面白いですけどね。覚醒状態っていうのはランダムなのかな、何度か押すとってことで、 SE と振動パターンが変わるっていうだけみたいですね。はい、で次にですね、ここの、ここをですね1に変えてみます。おー、いい、この音楽好き。はい、これで大切なものが鳴り、ゲットファンファーレが今鳴ったんですけども、BGM モードに入ったので、1番を押すと、多分ね、収録 BGM1 曲ずつが、これがですね、1番。ゼルダの伝説より地上 BGM。でもこれ押すたびに、そうですね。これが、神々のトライフォースの地上 BGM。で、次が、おお、これね、夢を見る島ですね。音でけえな。いやー、いいですね、やっぱね、夢を見る島、最高です。次がですね、これ。いやー、もうこれ、いいですよね、最高ですね、これ。時のオカリナより、ハイラル平原、メインテーマです。64の時のオカリナですよ。懐かしいな。次、実はね僕プレイしたことないんですけども、風のタクトより大海原っていうタイトルみたいですねこれ。次はですね、これ。スカイウォードソードより女神の歌、かっこメインテーマ。ブレス・オブ・ザ・ワイルドよりメインテーマですね。これが、最後ですね。Tears of the Kingdom より、メインテーマ。
はい、いかがでしたでしょうか。まあ、今回ね、開封動画撮ったんですけども、本当にですね、クオリティも高いしね、かっこよくてですね、これはね、持っていてね、損はないかなと思いますね。はい、ゼルダ好きな方はぜひね、はい、購入をおすすめします。クオリティもね、すごい高いです。このようにね、納刀することがね、できるのもね、すごくかっこいいですよね。わけでね、はい、今回ね動画撮りましたけども、ご視聴ありがとうございました。